よほど私のことが忘れられぬと見える。誤解されるようなこと。ここは夜、学校ではないのだぞ。少しは遊び気分を改めぬか。これだから男子児童の相手など。貴様と我らとの長き因縁もこれにて終了だ。アーデルハイトへの訃報は私が直々にしてやる。せめてもの情けとしてな。侍よ、手合わせ願おう。よろしい、受けて立ちましょう。それがこの国で死ぬことと同義であるとされる武士道か。相応の覚悟を相手に誇示するアドバンテージは得られような。恐ろしい。あの時の決着だ。行くぞ優等生。ええ、少し不本意だけれどね。当然の結果だな、ゴリエ・バラーディアよ。この任務が終われば再び会うことはなかろう。お前との腐れ縁、これで終わりだと思うと。せいせいするさ。ようやく出会えたな、赤騎士よ。いいだろう、全力で来い。すまんな、この命触れているわけにはいかん。どうやら少しは頭が冷えたようだな。はるかにマシな動きになったぞ。それでもお前に我が命はやれぬ。これは英語を倒すために使うのでな。君を倒し証明しよう。僕たちの方が上であるとね。勝負だ、虚無害。本当にお前はオリエと同じ匂いがして気に入らぬ。兄弟か。お前は眼前に立つ相手を誰だと思っている。リヒトクライス最強の剣であるぞ。1分と持つまいと思っていたが、なかなかの前線だったな。褒めてやろう。この虚無狩りの前に姿を現すとは。力を封じられた不完全な私を相手に、ご苦労なことだな。まあ我が失態が原因で、あれの使用は禁じられているので、偉そうなことを言えた義理ではないのだが。